まあ、和美さんとの実は縁もそのインターネットでございまして、あれも去年の、そうですね、話ですよね。そうですね。だから梅一輪っていう、大体梅一輪ってのは変でしょ、何の役になったらっていうと、その会長という人がいましてですね、その人とこういうものをやろうとね、それで皇族なんかも一緒にいて、まあそのこういうことをやりたいというものも、まあ、なんとなく決まって、それの打ち上げっぽいようなこと言ったら、とこと言ったら、まあ、そこに、梅一輪という名前のお酒があった。そうなんです。それが大変欲しかった。で、やっぱし梅一輪だよと。それで決まったんですか。それが採用されたという。だから僕のせいではないんですよ。採用した人はいけない。でもですね、いや、すごい和美さんらしいタイトルだなと思ったんですよ。和美さんのタイトルとか、日本情緒あふれるの多いじゃないですか。おやつとかありましたね、うん、どこがジョージャびっくりしました。やっぱり和美さんが言うと取っちゃうわけですよね、どんなことでも。昔ではキリンっていうグループをがありましたね。坂本龍一とか柳とか一緒、僕らも客でしたから、僕なんかあの世代は。そうです、見に行ってたから。それでもね、キリンっていうバンドの名前に最初出したら、ディレクターは嫌な顔してた。キリンってあの動物のキリンです。いや、そうじゃなくていろいろあるんだけど、話したらなかなかこう乗らないですよね。キリンってでもなんか深い名前じゃないですか、最終的にはね、でもそこ行くまでに、じゃあダメだったらどうしよう、じゃあアイランドなんとかとかいいのとか、あとじゃあ、なんとかハイウェイとか、そういうすごいダサいやつだしそれもダメだよ。で、スーツで方向転換したい、あと決め打ちで、じゃあやっぱしイクラとか寿司とかいいんじゃねえ新しいバンド寿司にしようとかね結構ポントとか怒ってましたけど、ね、やろうとかしてそれで、ね、ディレクターが散々困ったとこで、じゃあやっぱりキリンになると決まったという。キリンがでも通るのは分かるけど、おやつがよく通ったなって思う。おやつね、これでもちゃんと自分で企画書出してですね、やってみるもんですね。まあ、キリンもじゃあビールだったりするわけですね、基本的に。キリン、あ、話来なかったですね。あ、そうっすか、まあ、おやつは何が来たかってはまたそれとは違うんですね。何の話をしてたの。あ、日本情緒ね。いや、演習ツバメ返しとかああいうやつですよ。別に弾くことないなんか漫談に慣れてるって感じで、ちょっと目に見えてしまいましたが。ですね、まあ、そんなわけで、そのインターネットがまた中で変でしてございまして、それでいろんなミュージシャン、あと神保明さんとかですね、向井さんもいましてね、まあ、いろんな方がいらっしゃって、で、僕のこの曲をやってもらっちゃったわけです。たまたまタイミングがアルバム出たばっかりで、スタンダードっぽいのなんかないかなって、そしたらもう彼からあったっていうことで、それで採用されてしまいました。そういう時、俺がね、先頭バッターぐらいだったね、録音 ね、そしたら、ドンカマっていう、カウントが、俺の時間はなかったね、ドンカマはないわ、何の音もないわって、別に一人でね、ランニングして、ソロしてね、俺はかませいんかい。すごい状況だったね、状況でした。まあいろいろありましたが、なんとかうまくいきまして、世界初の何ですか、合成ライブね、一緒に誰も演奏していないのに、インターネット上ではみんなで演奏してる。で、ところがその今のかませいんじゃないですけど、一番最初にベースから入れたのはちょっと攻撃しましたけど、本当に大変。大変でしたね。ガイドでキーボードが入ってるとか、カリメロがね、うんうん、あるとかね、それでそれをもとに、まあ、例えば打ち込みでベースのラインが入ってるのを、まあ、尻目に俺はこう弾くってなって、もうすっぱらかでこうってなってるところで、ドル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 ドまあ、そんなわけでして、それでね、その彼かを、まあ、今日はやろうと思うんですが、なんか、恋人が続くないみたいな感じですけど、あ、また、小野さん、これ、カクテルでいきますか。カクテルですか。大丈夫か、俺、わかるかな、リズム。まあ、崩壊したら、きっと飛び道具みんな出ますから、大丈夫だね。崩壊した方が。崩壊した方が面白いかもしれない。俺、ゲル出す。なんでや。はい、ではそんなわけで、彼からね、行きましょうか。今日はカウントできます。じゃあ、ちょっと、カウントできないか。そうか、ですね。じゃあ、フリーソロやろ。ドラムはフリーソロやろ。
ドラムソロだよ、はい、カウントでテーマです、業務連絡
Thank you.